ロッキングチェアに座るのオフ。1931年ロッキングチェアとは、椅子の一種で、椅子の足の下にカーブをつけた板が2本取り付けられているもの。板のうち1つは、椅子の左側の前後の足に、もう1つの板は右側の前後の足に取り付けられており、前足と後ろ足の先を下から覆うように取り付けられている。ゆずり椅子とも、ロッキングチェアに座る女性。 通常4箇所で床に接する椅子とは違い、ロッキングチェアは床には2点でしか接していない。これにより、座る者は体や足を揺らして、体の重心を前後させることにより、椅子を前後に揺らすことができる。ゆっくりと優しく揺れるため、ロッキングチェアは優美な椅子とみなされている。座る者にとっても、ロッキングチェアには、功用がある。もし揺らさず、座った場合でも、椅子は、 体の重心が釣り合うところまで後ろへと自然に傾く。このため座る者にとってストレスの少ない位置や角度で座ることができる。ロッキングチェアには様々な種類がある。プラットフォームロッカーは床には4つの足で安定して接しているが足の上が台になっていてその上にロッキングチェア状の椅子が乗っておりバネなどの力で椅子が前後に揺れるようになっているものである。 椅子が直接床の上で前後に揺れて、床を傷つけたり床で音を立てたりすることがないという利点がある。また、グライダーチェアという座面が前後に動く機構を組み込んだ椅子もある。トーネット社のロッキングチェアロッキングチェアの発明者は不明だが18世紀初頭には来たアメリカのイギリス植民地で使用されていたとみられる。元は庭などで使うもので、普通の椅子の底に カーブした板を取り付けて揺れるようにしたものであった。イングランドへの紹介は1725年頃のことであり、やはり庭で使うための椅子であった。ウィンザー城の近くで製造されるウィンザーロッカーという椅子の登場も18世紀初頭のことである。これも含めたウィンザーチェアは背もたれ部分は大きく上に半円形を描いて膨らんでおり、 鳥籠薬師のような細い支柱を密集させたスタイルで一世を風靡した。ウィッカーロッキングチェアというスタイルのロッキングチェアも18世紀の北アメリカで盛んに製造された。普通の足4本の椅子と差して変わらない外見だった。ロッキングチェアは木材を蒸して曲げて円形やアーチ状にするという曲げき技術を開発して大きな家具会社を作り上げたドイツの職人。 ミハエル・トーネットによりその姿を変える。1860年、トーネット社は曲げ木を利用した優美な曲線上のロッキングチェアを発売した。これは、肘掛けや椅子の前足、後ろ足が曲線を描いてそのまま床面に接するアーチ状の部分へと続いていくもので、従来のロッキングチェアの概念を変え、しかも軽量であった。トーネット社は、 多数のデザインを20世紀初頭にかけて開発したほか、世界中にその模倣者が現れた。また、アール・ヌーボーやアール・デコといったデザイン運動の影響を受けて、斬新なロッキングチェアも登場する。1920年代には折りたたみ式のロッキングチェアも現れ、庭で持ち運んだり、旅行先に持って行くためのものとして人気を博した。その他、ルコルビュージエ チャールズ・イームズ・アンドレイ・イームズ、ガエア・ウレンティなど多数の建築家や家具デザイナーが金属柱、合板、プラスチック板など様々な素材の形状を活かしたロッキングチェアをデザインしている。ありがとうございます。